ゴールドベルク変奏曲の冒頭を飾る美しいアリア。同じ曲が別の曲集にも入っています。アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳です。中にはバッハや他の作曲家が書いたシンプルで美しい鍵盤曲や歌がたくさん収められています。この音楽帳の持ち主はアンナ・マグダレーナ。もともと宮廷の歌手でしたが、バッハの最初の妻が4人の子を残して亡くなった後、5歳に入ります。その後13人もの子供を産み、大家族の母として作曲家の妻としてバッハを支えました。バッハは手紙に、今の私の妻はなかなか良い澄んだソプラノを歌うと、ちょっと自慢げに書いています。よろけてる。流行の最先端でなかなか手に入らなかった黄色いカーネーションをプレゼントしたというエピソードも。怖そうな顔して意外と愛妻家だったんですね。そんなバッハが妻に贈った最高のプレゼントがあの音楽帳なんです。前半には曲を書き込み、後半は空白のままプレゼントしました。奥さんのアンナ・マクダレーナはね、歌手としては素晴らしかったんだけども、例えばそのチェンバロの演奏なんかはね、どうもそれほどではなかったらしい。バッハはこの音楽帳を使ってアンナにチェンバロを教えました。アンナは気に入った曲があると空白のページに書き写し、繰り返し練習しました。ゴールドベルク変奏曲のアリアもアンナが書き写した曲の一つです。丁寧な筆跡からはバッハへの深い愛情が伝わってきますね。